こんにちは。ああいいですね。早く聞きましたですね。今日は私がちょっと2つのことをね話したいと思いますが、まず現場からどうやって社会見えてくるのか、またはね私たちに何できるのかって、まあ私が小さい頃でいろんな悩みがあって、16歳までに大変にいろいろ問題ありましたですね。ガンが入ったり、お酒飲んだり、マイクを取ったり、やっとやめましたんですけども、先生がじゃああなたはねちょっと社会にいいことやりなさいって、そうすると私が17歳で命電話で、まあ緊急の電話でバウンティーしました。だんだんですね、その経験のおかげで社会がいろんなことが分かってきました。どんなに問題あるのかってはっきり分かってきました。また私がやっぱり社会の中でできることあるとはっきり分かってきました。そして私が91年で3年に来ました。実際にこの方は私の知り合いです。まあ東京の中で3年で結構厳しいところ、元労働者とホームレスに生活している人がいますし、だんだんこの世界に分かってきました。しゃがんで見て、やっぱり社会どうやって見られてるのかって、96年までに頭の中よく分かってきます、分かったんですけれども、心で何か足りないと分かってきました。そうすると私97年から98年までに隅田川でダンボール家に生活しました。1年3ヶ月でやっぱりですね、現場に入ったらいろんなこと分かってきました。右左人が食べ物なければ私どうするべきなのか、どういうふうに対応するのかってだんだん分かってきました。そっちにも私が人生が帰ってきました。うちの先輩ですね、自分の家にどういうふうに建てるのかって全部教えられてきました。その時までも私が全部あげました。彼にこそに彼からいただきました。受ける側の立場で存在しました。はっきりもう私が自分の考えも変わってきました。不思議なものなんですけども、この経験おかげさまで私の相手に助けるの気持ちはなくなったんですね。後ほどまたもう一回説明しますが、でも改めて思います。相手に助ける目的ではない、違うの役割で私たち活動をやっております。これキューピーさんですね。キューピーさんちょっとお腹壊してるですね。大体ですね、貧困というとまず日本ではない、まず日本ではないみんなと思っていますが、実際に日本では15% の人が貧困線に生活しています。さらに大体日本貧困といえばホームレスと思っているかもしれないですが、実際に 99.99% の人がホームレスではない、ホームレスではない。じゃあその2000万人の中で何人が本当に食材について困っているでしょうか。実際に私たちの調査によると大体78万人が食べ物をちょっと困っています。あれは家族のために一食犠牲して食べさせるか、あれは明日何を食べるのかってわからないし、ちょっと栄養不足に生活しております。その78万人の中で私4つのグループを調べました。見て通りに母子家庭は 44%、
高齢者は 36%、 外国人が 17%、 ホームレスはただ 3%。 じゃあ母子家庭の場合ですね、何人困っているでしょうか。私絶対にあの母子家庭の人口を様子見てただ 10% 取りました。もう一回、平均の貧困率は日本では 15%、 その国の発表のデータですね。ただ私 10% 取ってすぐ32万になりますが、実際に母子家庭の貧困率は 57%。 同じように私たちがあのデータで外国人が、まあ、20% 取って、実際に続きましたですね。私たち本当に心配しているあの部分は高齢者。この意味はですね、 99% 高齢者は全く食べ物に対して問題ではないです。 OK ですね。でもそれはありえないだと思いますが、なぜかというと実際の貧困率は 22%。 もともと恐ろしいは2年後でただ 1% は32万になります。でも同時に日本では食べ物ないわけではない。毎年は日本では500万トン、900万トンの間に食べ物を無理に捨ててしまいます。そうすると一つのリスポンスはフードバンク。フードバンクというと余っている食品はいつかところから一回預かって再分配しています。当事者までか、あるいは施設に、支援団体に、施設にまで届きます。本当にウィンウィンですね。食品メーカーさんが物を捨てると結構罪悪感を持っています。もったいない。受ける側はいただけるとやっぱり少し生活で余裕は出てきます。お互いにあのウィンウィンのシステムですね。今後は私たちは2つ方針があります。まずはフードライフライン。日本語でライフラインというとガス、水道、電気はそれぞれ建物と自分の家でつなげてきます。農活してタブの置いて、やっぱりそのインフラであればもっと効率的に食べ物を配布できるではないかというふうに考えています。もう一つは私たちがフードセーフティネット。日本は幸いで交番制度あります。まあ、自分の近所でも交番あります。14年間の間に1回だけモアレさんに相談に行きました。でもあるこそに私は安心生活できる。同じ感覚で自分の地域で神社、お寺、何度どこでもいい、ちょっと食べ物ちょっと備蓄して緊急であれば困った人が取りに行けるいいではないかと思います。ニューヨークはこういうような場所は100箇所あります。シカゴは600あります。サンフランシスコは250あります。日本では多分ね、一つと二つだけだと思います。私たちの人生を変えるために私たち鍵を持っています。16歳で本当にはっきりだんだん分かってきました。もちろん私お酒やめて、麻薬やめて、もう一回人生変えて、一人だけではなく、でももっともっと自分の中で変えるの鍵は私たち持っています。自分の社会の中でどの社会のものであっても、自分のまずね、自分の鍵は持っています。それは私たちね、やっぱりできることありますよって。もし私32年前でもういいやめて自殺しましょうって、もう私人生は、ね、意味ないっていうあれば、今日私は出会えないでしょうか。でそうではなくですね、私たちがもう一回人生変えてバウンティアして、新しい現場のだんだん分かってて変えて、
また隅田川生活を体験して、あ、やっぱりこういうことですね。時々聞かれてきました。チャールズ、なんで日本でやってるのかって、なんで自分のことやってないのかって、ちょっと不思議じゃないですかって。実際に私の考えは新たな世代に出てきました。自分の国籍より自分のコミュニティは大切もの。つまり私が日本にいる限りに私の国は日本です。私のコミュニティは日本です。ある意味は私たちちょっとわがままです。いい社会住みたい、いい社会を次の私娘と次の世代に与えたいという気持ちを持っています。また最後にちょっとね、私本当に日本で恵まれていろんなことをいただいて、ちょっと恩返しで少しできることあるではないかと考えてきました。やっぱり私たちがボランティアしながら、この活動しながら、いろんな社会に見えてきます。いろんな現場に入ったら私たちの偏見と考えは変えてきます。そうすると本当に私たちが一人ではなく大きな社会に入ってきます。それは私たち一つの意味あります。あなたのリスポンスは何でしょうか。あなたの人生は何をしたいのかって、今日はいろんなスピーカーに聞いてよく考えてください。あなたたちもできることあります。あなたたちにもいつでも人生は変えられます。私たちの Food for All People、 すべての人に食べ物を、これからも頑張ります。成長にいただきました。ありがとうございました。